さなきゃいけないと思ってこの服装で来ました。どうですかね、この赤で来ましたけどね。燃えてますよ、もっと広くいいですからね。私は八代市出身で、日名具温泉がそばでございます。で、日名具断層という言葉は今回でご存知の方多くかと思いますが、その日名具断層が動いて地震が起こったんですけども、その風評被害、日名具温泉も受けてます。でも全く問題ありません。日名具温泉普通にやっております。ぜひとも熊本にいらっしゃってですね、熊本城を見て、阿蘇を見て、日名具温泉も寄って帰り楽しんで行っていただきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。以上です。紹介つかまつか熊本城おもてなし部招待、加藤肥後守清松である。皆の衆こんにちは。良き返事である。この度未曽有の大地震を受けた熊本のみならず、九州各地が被災いたした。無論我が居城熊本城も瓦石垣が崩れ落ちた。されどすぐさま全国世界各地の者たちが支援の手を差し伸べてくれ、かようにして復興の道を歩むことができておる。我らにできる恩返しは、熊本の現状とそして熊本の元気を発信し、より多くの者たちに知ってもらうこと。この度かような場に参戦できたこと、心より嬉しく思う次第でござる。我々熊本城おもてなし部招待一同、これからも熊本の復興に向けて携わってまいりたいと思うゆえ、何卒よろしくお願いいたす。以上。ありがとうございました。では続いて片岡さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。熊本県熊本市の東区出身です、茨城ゴールデンゴールズ片岡恵美と申します。地震のあった際は本当にまずテレビでニュースを見て目を疑いました。まさか自分の地元がこんなことになるなんてと思い、いても立ってもいられず、2度目の地震の、翌朝から車を飛ばして実家に帰りました。自分の家族があんなにテンパっている姿を初めて見ました。いつもかっこいいドーンと構えてるお父さんのあんなにこわばった顔、表情っていうのが今でも忘れられません。でもみんなが、いや、あゆみちゃんは野球頑張ってきてって、自分のやるべきことをやってきて、それが私たちあゆみちゃんの姿を見るのが元気になるからって、近所の人たち、友達、仲間、いろんな方が声をかけてくださいまして、全国各地お仕事で回らせていただきました。どこへ行っても皆さんが熊本大丈夫だったって声をかけてくれます。本当に胸が熱く苦しい思いになりました。でもそれくらいみんなが熊本のことを心配していただき、ご支援いただきまして本当にありがとうございました。これから先まだまだ時間はかかると思いますけれども、何か自分にできることを探してやっていきたいと思いますので、これからも皆さんお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは皆さんから温かいメッセージをいただきましたが、クマもどうだったかな、お姉さんにクマもどんな風に言ってますか。じゃあクマも、はい、熊本県営業部長、あ、入りました。はい、ということなんですけども、ちょっと待ってください、させていただきます。熊本県営業部長兼幸せ部長のくまモンです。全国の皆さんからたくさんの応援をいただきまして、ベリーベリーサンクマ、ありがとうございます。そしてですね、どうしたくまモン、そして、はい、心もですね、一つにして頑張るボーンと言っております。ありがとうございます。ありがとうございました。熊本ご出身の皆様から温かいメッセージを頂戴いたしました。さあ、それでは今一度クマ副回答に伺いたいんですが、全国からの支援も寄せられまして、少しずつ復興に向かっている印象なんですけれども、いかがでしょうか。おかげさまで人々、市民も大変元気に今なってきてますし、また町もですね、大いに元気になって大変ありがたいと思っております。そうですね、地震発生直後というのは本当に中心地が人もいなくなって寂しいなという思いだったんですけれども、少しずつ人の流れというのも動いてきてますよね。実はですね、4月の14、16という地震だったんですけども、少しでもですね、早く皆さんに元気になっていただくということで、
中心商店街ではですね、5月1日からもう早速店舗はそれぞれ傷んでますので、うまく使えないんですが、熊本の日本一、西日本一ですかね、長いアーケードを使って、ワゴンをたくさん並べてですね、皆さんにいろんなものを提供したと、できることをですね、みんなが迷わず大変頑張ってやったと。それからまた6月の日からはですね、私が所属する釣り合い百貨店の中小商店街の皆さんと一緒になってですね、熊本を盛り上げるですね、復興セールを行いました。その結果ですね、5月、6月はですね、前年の中心商店街の集客数をですね、5% 上回るようなですね、それを多くの皆様に、お越しいただきまして、7月以降もですね、そのようなにぎわいが今、おかげさまで続いているというような状況にございます。はい、また吉田監督の美しい人の中でもたくさん紹介していただいてますけれども、熊本には美しい場所、観光名所もたくさんございますよね。観光客の皆さんというのはどうでしょうか、増えてきてますでしょうか。残念ながら地震の直後はですね、先ほどもお話ししましたように、かなり、皆さんちょっと足が止まったということなんですけれども、今現在ですね、少しずつ復興割をですね、皆さん利用していただいて、おいでいただいているということです。ぜひですね、先ほどからのお話のように、たくさんの方にまた今後もおいでいただいて、熊本の復興にですね、ぜひご協力いただければなと願っているところでございます。はい、ありがとうございます。では続いて熊島知事にお伺いしたいんですが、先ほどご挨拶の中でもありましたけれども、熊島知事にはありがとうという今回のテーマでもあります、そのお気持ちについてもう少し詳しくお話をお願いしたいと思います。はい、これは被災地にならないとわからないと思いますけれども、本当に日本の方は素晴らしい民族だなと、そのように思いました。一人一人の支援の言葉、支援の心、それを知事としてとても感じる毎日であります。多くの方々にボランティアで来ていただきましたけれども、旅行で来ていただくのもこれもボランティアですから、ぜひ皆さん旅行者をボランティアになっていただいて、熊本にたくさん来ていただきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。では大西市長には、市長は地震直後からメディアを通して皆さんにこう力強いメッセージをくださったのが私印象的だったんですけれども、もう前に進むしかないということで、これからの熊本についてもう少しお願いいたします。これからの熊本大丈夫です、任しといてください。頑張ります。そして力強い熊本城というのがやっぱり我々の誇りだったんですよね。で、石垣今回崩れてますけど、全部が崩れたわけではありません。で、崩れてるのは実はなんかね、で400年以上前から見れなかったところが実は今見れるという部分もありますので、まあこういう逆境をバネにする、鹿児島知事もそうですけど、みんな熊本の人たち逆境をバネにしますので、頑張っていきたいというふうに思います。そして雪貞監督が映された美しい人、今日ずっと上映まだされてると思うんですけども、それが一番、ある意味この最後の熊本の、地震の前のですね、熊本城をよく見ていただける、あるいは熊本の美しい景色を見ていただけると思います。そういう姿にですね、戻せるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは以上をもちまして、応援ありがとう熊本フェスタ in 東京丸の内オープニングイベントを終了とさせていただきます。この後は報道関係者向けにフォトセッションを行ってまいりますので、プレスの皆様どうぞご準備をお願いいたします。
から報道関係者の皆様に向けてのフォトセッションを行いたいと存じます。では熊本のお姉さんにもお入りいただきましょう。お揃いでしょうか。恐れ入ります。後ろにお並びの皆様方、お顔が見える位置にお願いいたします。後ろの方は間からお顔を出していただきまして、そして皆様どうぞガッツポーズでお願いいたします。まずは正面に向かってガッツポーズお願いいたします。ありがとうございます。